ご視聴ありがとうございます。いつも見てくださってありがとうございます。曇ってますが、通勤中に防衛を考え、考えていきます。世界各国で空母建造されています。最近では遼寧故障したと言われていて、動いている様子もありません。それにまだ本格的稼働をしているとは言い難いです。アメリカの最新鋭原子力空母などもまだまだ改良の段階で、電磁式発射装置などうまくいってない部分が多々多くあります。やはり最新鋭での技術を取り入れることも大事ですが、なかなか研究開発といった部分にも応用は難しいのが現状でしょう。夢のカタパルトと言われていた電磁式発射装置ですが、まだまだ F-35C を パルトに装着して発射することはまだデータ取りができていないということです。昔の蒸気式カタパルトなどの方が今となっては扱いやすいという話もあります。大きく軍事的にも世界トップの米国が苦戦しているぐらいですから、相当難しいのだろうと考えます。日本では護衛艦いずもの改修が行われます。それは F-35B ステルス戦闘機を艦載するためです。まさにF-35B ステルス戦闘機は夢の戦闘機と言っていいでしょう。短距離離陸、垂直着陸ができる機体です。ストブル機と言われています。そんなストブル機を艦載するために出雲の改修が行われます。甲板を耐熱
に耐えるような回収、あとは格納庫、もろもろ総合的な回収が行われます。日本で出雲と加賀の回収が行われ、ワスプ強襲揚陸艦みたいに F-35B を艦載する、艦載可能な護衛艦とする、また WASP 強襲揚陸艦はアメリカに帰還しました。その代わり第7艦隊にアメリカ強襲揚陸艦が任務に就くことになっています。転属先は佐世保、その佐世保を見ても岩国に F-35B ステルス戦闘機は配備されています。佐世保基地の機能をもう少し拡大し充実化するという方法もあります。やはり周辺国韓国の動向は今となっては当てになりません。そこで佐世保の機能を拡大する、大事なことでしょう。日本の F-35B の配備基地はどこになるか、結構注目しているんですが、まだまだ先で、西九州、西日本のどこかなと考えます。大きく米中関係の今は貿易戦争となっていますが、これが台湾を含んだところでどう変わってくるか、この先まだまだ予断は許しません。
本当に今すぐそこにある危機が目前まで来ている。ということを知る必要もあるでしょう。中国の得意なサイバー、あと情報収集力、今となってはアメリカよりも優れていると考えられます。何しろ社会主義ですから、強制的にできるわけです。アメリカなどは そんな強制的にもできるはずもなく、地道に行われています。やっぱり大きく世界が動き出す。あの無人ドローンなんて本当 NG ですよね。あれが使われたらもう日本や世界各国、本当に防衛する防衛の仕方が変わってきます。今後それはおいおいと。